なんかリンゴ飴みたいなパンってやつ。リンゴ飴みたいなパン。そう。美味しいのか。わかんない。食べてみたくて買った。おお。今日風呂入ったから別に外出てもいいだろうが。なんなんだこいつら。え、風呂。なんでそんなに風呂入んなきゃいけないんだろうね。え、そうだよね。それ最近はさ、2日に1回にしてんのにさ。お揃いだ。ね、ダメみたいな。くせえからとか、嗅いだこともねえくせによ。確かに、嗅いだことねえくせに女の匂い。うん。カルビちゃんも来たら数の暴力で見てくれる。風呂入んないのはエコだよねって言ってくれるから。カルビいつ入ったんだろうな。え？カルビ、カルビお風呂入ってるかな。ちゃんと入ってないの。わかんないじゃん、やっぱり。3日に1回って言いながらも、入ってるか怪しい。性格的に。3日で、うん。嘘かもしれんってこと。あ、そうそう。いや、でも実は、ネタで言ってるだけで毎日入ってる可能性もある。確かに。うん。リングフィットカラオケの後も入ってませんでしたってチャットが来て、ああ、汗かいてもあんま気にしないタイプってことね。さすがに汗かいたら入るかもです。いや、私もちょっとこの間お風呂入ってから V スポの祭り行ったけど、汗と雨がやばくてまたすぐ入っちゃったよ。いや、入るよね。入る。汗は無理。すげえな。え、プールこないだ行ったけど、プール行く前入ったけど、さすがにもう一回入ったもん。プールか。汗かくし。うん。プールはマジでもう人生で行くことねえだろうな。今度行こう。やだよ。なんで？やだ。楽しいよ。いや、楽しいかもしれないけど。え、何が楽しい？じゃあ。え、あの、シューって、なんだっけ、あれ。あれ、なんて言うっけ？あの、シューってやつ。シュー？滑り台みたいなやつ。あー。あ、ウォータースライダー。それそれそれ。え、二人だけで行くんだったらいいよ。いや、それは二人だけでしょ。え、じゃあ、プールに二人しかいないんだったらいい。あ、そういうこと？貸し切り？貸し切りならいいよ。すげえな、貸し切りは。貸し切りでウォータースライダーついてるとこなんてある？え、どとか言われてるけど。え、プール水着着たの？うん。水着嫌じゃないの？水着めっちゃ嫌だ。嫌だよね、そう、水着が嫌でプール嫌いなの。え、なんかもうずっと浮き輪で隠してるよ。あー、なるほど。あ、いかがわしいホテルならプールつ、あれ、なんかウォータースライダー付きあるらしいよ。じゃあホテル行こっか。二人で行けんのかな。え、女の子は許されるんじゃないの。どうなんだろう、なんか女子会プランみたいなやつしかしたことないやん。普通に使うのはできないのかな、女の子。え、どうなんだろう。でもね、性別で判断するの良くないし、いけるよな、こりゃ。うん、そうだわ。カルビは何をしているんだ、ね、私の目の前でぴょんぴょんしてんだよね、一緒に。 VC
え、どんぐらいの頻度で掃除ってする？いや、私引っ越してから多分 2,3 日に1回ぐらいはもう掃除機とかかけてるわ。え、すごっ。まあでもそうだよね。うん、なんか部屋によるなって感じだし、部屋が綺麗だと掃除しようって思うってこと？いや、なんかリビング汚ねえなとか、うん、なんか気によって汚いと思う場所が違ってそこを掃除してるわ。いやー、めっちゃ久しぶりにした私。風呂より多くねえよ私は。風呂と同じぐらい。そう、風呂と同じぐらい掃除機の頻度は。そうね、そう、でも掃除の話したら体は洗わないのとか。うるさすぎだろ。洗ってんだろうが別に。洗わなかったらお前に何の関係があんだよ。なあ、確かに。家来るわけでもねえのによ。匂い嗅ぐわけでもねえのによ。そう。なんなんだマジで。部屋の清潔と気にするのに自分の体の清潔気にしてるだろ。ちゃんと風呂入ってんだから。入ってないわけじゃないですかね。だって入ったらさ、元通りなんだからいいじゃんねって思う、ね、普通に。本当に合わねえんだからさ。たんまり溜めてるってことね。一気に落とすってこと？いや、そういうことじゃなくて、溜めたとしても洗ったら元通りになるから、うん、いいじゃんって思う。ほう。